まずはドラゴンズ情報からスタートです。今日森重和監督、白井文具オーナーにシーズン終了報告、いわゆるオーナー報告を行いました。この時間も取材に当たっている森高俊アナウンサーに伝えてもらいましょう。森さん、はい、こんばんは。よろしくお願いします。お願いいたします。午後1時からですね、はい、森監督、今シーズン終了報告、オーナー報告を行いまして、2時間にわたるロングランのお話し合いが行われました。はい。ブルーのスーツにブルーのネクタイ、ドラゴンズブルーに染めたという姿で登場した森監督なんですが、終わった後は非常ににこやかな表情で会見に臨んでおりました。はい、まず森監督の声から聞いてください。はい。本当に今シーズンの報告、それから今後のことに関して、いろいろこちらからはお詫びの言葉も当然しなきゃいけないし、それから今シーズンの反省もありますし、これから来シーズンに向けてのドラフトのこともありますし、補強のこともありますし、全部、話したらこの2時間という時間になってしまいましたけども、いろいろ参考にさせていただくことはありすぎるぐらい数多くありました。初めて監督引き受けて、今まではピッチャー中心に見てた仕事が野手も見なくちゃいけないということと、全体の流れというものを把握するには経験がまたなかった私に、今度は来年に向けてというのがあればね、オーナーの方にはこういう結果になったことはもちろんね、もう感謝とその言葉とね、もう謝るだけのことになってしまいますけども、これをもう一度繰り返さないように、来年に向かっての秋季キャンプ、それから来シーズンに向かっての春のキャンプに関しては、みんな意気込んでやってくれるというものは感じてますけどね。はい、はい。ということで、森監督はそこまで口数も多くありませんでしたし、具体的なお話は出なかったんですが、白井オーナーからは、いくつか言葉がありました。はい。まずオーナーなんですが、秋のキャンプを充実したものにしてもらいたいと、中身の濃いものにするために構想を今日聞いたよと。でドラフトはどう対応していくのか、今シーズンは故障者も多かった、先発ピッチャーも出てこなかったし、打つ方もうまくいっていない、今その構想を改めて聞いたんだというふうに言っておりましたね。で一つずつ具体的に語っていただいたんですが、まずドラフトに関しては今日の段階では最終結論は出なかったよと。で候補に上がっているのは聞いたが、まあそれは全部欲しいって話になるわなと笑っておりました。でくじ引きに当然なるんだろうが、なった時のことを考えて森監督がどんな手を打つのか、最後まで意見は一致しなかったけどなと言っておりました。であと監督からいろいろ聞こうとしたんですが、こういうものは情報が漏れやすいんで、監督もはっきりとは教えてくれなかったよというふうに言っておりました。はい。FA 選手に関しては、具体的な話は今日出ませんでしたと。ただ監督は案を持っているようだけどなと言っておりました。でさらにファンサービスに関しては、森監督は非常に細かいことを考えておるよと。すでに始めている部分もあるし、特に選手の応対、お客様に対して挨拶をするというところ、選手に分かっていない選手には監督自ら教育しとるよと語っておりました。はい。でなぜですねこの時間まで取材が伸びたかと言いますと、非常にオーナーがですね気になる発言をされたんです。外国人選手に関してなんですけれども、補強というところよりも、ゲレーロはもう残ることになっとるみたいだなというふうに発言されたんですね。はい。でちょっと我々も頭がクエスチョンマークだらけになってしまったんですね。うん、もうこの時期残るということになっているのかと、みんなちょっと驚いてしまったんですが、西山球団代表にね、その後いろいろお話を伺ったんですけれども、はい、残るというところというよりも残りたいと思っているというのが現状ですと言っておりました。はい。で本人も当然ここ名古屋という街を愛してくれているのも本当だし、本人もドラゴンズを一番に考えているというのも本当だと。で我々としても残留してほしいという気持ちはもう伝えてあると。ただ現状まだその段階ですというふうに言っておりました。はい。でやっぱりこれは交渉ごとなんで、交渉っていうのはこの後していくもんですから、お互いの思いが現在一致しているだけの話ですよというふうに言っておりました。したがってこれと交渉ごとは全くの別問題なんだということを強調しておりました。はい。で確かに、西山球団代表は35本は打ってくれたんだが、足らないものはあるんですと。一塁に全力で走るとか、そういった、しっかりやってもらわなくちゃいけないことはいっぱいありますと。
で、これは日本で野球をやる、ドラゴンズで野球をやるならやってもらわないと困りますというふうに断言をしておりましたね、何億というお金を払うんですから、その中にこれは入っていますというふうに言っておりました、で、退場しちゃいけないときに簡単に退場してしまう外国人とかそういう選手はうちにはいらないんですというふうにはっきり言っておりましたので、今年挙げた実績以外の部分でもっとやってもらわなきゃ困る部分をしっかり説明した上で金額の交渉に入っていくのは今後の段階ですというふうに言っておりました。そうですか、はい、ゲレーロの方は結構具体的に数字出してますからね。そうなんですよね。そうか、まあ、確かにちょっとオーナーのその発言は報道陣みんなちょっとびっくりしたと思いますけれどもね、オーナーの勘違いなんでしょうかというふうに、球団代表にも質問が飛んだんですが、まあ、そこに関しては明言は避けましたね。まあ、そりゃ勘違い説とは言えませんわね。代表もね、なるほど。で、外国人トータルとしてはね、やっぱり野手投手3人3人ぐらいになると思うと、で、仮に、まあ、ビシエド、ゲレーロ、ジョーダン3人が残ったと仮定したら、野手1人ピッチャー2人の補強になるんじゃないかと。で、まあ、メジャーの実績云々というところはもうそんな時代じゃないと。球団としては、まあ、森監督はベラボーに高い選手を連れてきたっていう過去はないと、ある程度抑えた金額でそれなりに日本で対応する外国人選手を連れてきているんでということで、ここ森監督の外国人を見る目というところは非常に球団として評価をしているようでした。そうですか、はい。まあ、いずれにしても、まあ、今日はオーナー報告、今シーズンの終了報告とは言いながら、もう中身はほとんどもう来シーズンに向けての話、ね、ということですね。はい、はい、どうも遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。森アナウンサーに伝えてもらいましたが、権藤さん、まあね、オーナー報告、まあ、そんな季節ではあるんですけれども、ゲレーロどうですかね、ドラゴンズ。いろいろ要求しても無理ですよ。走らない選手は走らないですから。やっぱりチームのためにハッスルする人は最初からやりますけどね、今更走って給料が上がる、そんなこと言ったって走るわけないじゃないですか。やっぱり現実は厳しいですから、ね、あの守備とあのハッスルと、じゃあここまでっていうあの条件をちゃんと出したら、それ以上ハッスルとか、ハッスルしても別に試合には関係ないですもん。するやつはする、もうしない人はしないですから、やめた方がいいですよ、なるほど、という権藤さんのご意見でございました。今日は権藤博さんをスタジオにお迎えしてお送りしているんですけれども、権藤さん、実はちょっと一つびっくりするニュースが入ってまいりまして、ジャイアンツがですね、今日あの村田修一に対して来シーズンの契約を結ばないことを通告したと発表しております。村田修一選手、2003年横浜入団、2007年2008年2年連続でホームラン王、2010年に巨人に移籍してレギュラーとして活躍を続けていたんですが、今シーズン序盤はスタメンを外れることが多く、今シーズンは118試合の出場にとどまっていたということですけれども、プロ15年間ずっと2桁ホームランも打ってるんですけれど、これをこの10月の半ばにもう戦力外ということはちょっとびっくりしましたけれど、ね、びっくりしますけど、まあ目処が立ったんでしょう。要するに外国人選手の目処とかね、はい、で今年でもサードとセカンドでダブってましたからね。だからそれをまあ、サードに一本化するとセカンドを誰か取ってくるのか、はい、まあ、それとも、まあ外、まあ、おそらく内野の目処が立ったと思うんですよ。まあ、それで村田を外したと思うんですよね。とはいえこれだけ打っている選手外す、まあ、特にドラゴンズなかなか点が取れなくて苦しんでますので、ちょっとそうなんだという気もしますけれども、まあ、それぞれチームの事情は違うとは思いますけれどもね。こんな、ね、季節にもなりましたね。ドラゴンズは取らん方がいいですよ。せっかくね、サードファーストとかなんかいろいろ頑張って育てかけてる時に、まだ連れてくるとまだ同じことの繰り返しですからね。だから特にやっぱもう内野手ですから、ドラゴンズ内野手はもう結構ね、来シーズンもじゃあ誰が誰かもあるっていうの結構いますもんね。今年から育てようとしてるわけじゃないですか、ゲレーを外野に回してね、で福田をサードにやらせたり、はい、高橋をやらせたり、もうこの辺で固めていかないと、いくら取ってきてもね、ポジションは野手のポジションは8つしかないんですから、いろいろ取ってきてもダメですよ。もう一貫性を持って使う
使い続けるこれしかないんです。まあ、そこはもうブレずにとそういうことですいうとこですね、ということで、ジャイアンツ村田修一、来シーズン契約結ばないとジャイアンツが通告したというニュースもここで合わせて皆様にお伝えをいたしました。今日は権藤博さんにスタジオにお越しいただいております。金曜日に権藤さんをお迎えするのは今シーズンこれが初めてということですので、今日はたっぷりとですね今シーズンのドラゴンズについて振り返っていただきたいと思うんですけれども、番組の冒頭で権藤さんに今シーズンのドラゴンズ一言で総括していただくと、まあ、恥ずかしいというお話をいただいたんですけれども、そんな戦力じゃないですからね、これきちっと使えば、はい、いけたかどうかは知りませんけどクライマックスシリーズに争う戦力ではあったんですよね。それはもう借金あれだけ抱えて20ですもんね。で 5位ですからね、はい、クライマックスシリーズの輪の中に入ってないですからね。だからそんな戦力じゃないですよ。だからやっぱオーナー甘いなと思ったですよね。あんなにっこり2時間も話すっていうのはね。まあオーナーの話ですと、まあ、怪我人も多かったし、はい、まあある部分仕方ないというようなニュアンスもあったようですが、プロにはね仕方ないっていうのは許されないんですよ。プロですからね、はい、だからそれを想定して70人も80人も選手持ってるわけですから、それと故障を起こさないためにトレーニングコーチからコンディショニングコーチからいっぱい持ってるわけですから、まあ、それでねやっぱ故障は言い訳にならないし、5年も B クラス続いてるわけでしょ、はい、ということはねそれだけの戦力じゃないですもん。僕は補強に関してはいい選手を揃えてきてると思うんですよね、はい、だからどれを出しても変わらないっていうことは使い方に一貫性がないもんですから、選手も結局ミスしたら変えられる、よしやられたら今度やっつけてやるぞっていう気にならない間にみんなダメになってファームに落とされて、上がってきても失敗したらまた落とされるっていうんでね、盛り上がらないんですよ、はい、だから勝つときはいい勝ち方して強いですけど、こう競り合った時のね、あドラゴンズはしぶとい、もともと力があるなっていうのが見えないですもん ね、 なるほどね。これがやっぱりここ5年間の戦い方ですよ。なるほど。権藤さん実はもうシーズン中からねよくその選手、はい、特にファームに落としたりっていう部分に関してはご指摘されてましたけれども、はい、やっぱりこれではなかなか選手が育ってこない、力発揮できないところです、ね、下げるのはいいんですけど、どういう理由で下げて、でそこで上げる、上げたからには何回かあなたたちは勝負のチャンスを与えるんじゃなくて、強制送還みたいに試合終わってすぐ返すとか、あんなね見せかけみたいなことやったってね、ああまた始まったかぐらいしかね、選手には何くそやり返してやるぞっていう気が起きないような入れ替えが多いんですよ、だからねもう打たれ出したり打てない時なんかすごい次はなんとかやり返してやるっていう気が出なくてズルズルズルっといってしまいますもんね。まあそのひどいのはピッチャーの先発の伊藤でも横浜戦で8点も取られるでしょ、はい、だからあんなに取られるピッチャーじゃないけど、やっぱりあれはベンチと一体になって戦っておけばあんなことはないんですよ。まあ恥ずかしいようなやられ方ですもんね。だからそんなピッチャーはなんで先発させたんだって言いたくなるんですよ。だけど私は力はいい力を持ってると思ってます、ですよね。さあ、まあ、とはいえこの5位という結果を、まあ、権藤さんに分析していただくとなるとですね、まあ、まずは投手陣なんですけれども、まあ、バルデスがいたから、はい、とりあえず頭の方ね、今シーズン始まってしばらくはローテーションなんとかやりくりできたというところありますけど、なかなか固まらなかったですね。いや固まらなかったんじゃなくて固めなかったんです。固めなかった、はい、だから又吉にしても中継ぎやってたのは今度先発に戻して、うまく回り始めたら今度また後ろに持ってきたでしょ、だからあんな特回一回やるもんですから、いや伊藤純喜にしても中継ぎやったのを先発に回してまた後ろに回したり先発やらしたりね、結局このポジションを誰で戦っていってっていうね、先発中継ぎ抑えっていう素材はいっぱいいるのに、はい、それを固めきれないもんですか、固めないもんですから、あんなことになってしまうんですよ。だからやられたらどこかにやられる、2軍にやられるか、上がってきてもよしやっとチャンスがもう言ってきた、やり返すっていう前に1回やられるとまた落とすとかっていうことの繰り返しですから、これじゃねいくら補強してもね同じことです、この戦いをやってたんじゃ、
まあ、それに通ずるものはあるかも分かりませんが、特にあのサード、先ほどもお話出ましたけれども、福田がやったり高橋周平やったりということで、まあ、いろんな選手試してはいたんですが、結局固定できたのは最終的にはもうショートの強打だけで、これもなかなか内野手っていう部分で考えると、いや、ね、これはね、強打の使い方っていうのはあれぐらい徹底して使えばもう立派なもんですよね、うん、三振も多いですけど、やっぱり三振、あれだけ三振してあれだけ2割8分ぐらい打てるっていうのは立派なもんですよ、はい、彼はね、何の恐れもなくもうガンガンいったわけですよ、三振も恐れない、もう凡打も恐れないけど内安だとか、あの気持ちがやっぱり出せるような起用法をされてるんですよね、うん、だからみんなああいう気持ちで戦わせればもっとやっぱりまとまりができてきたと思うんですよ。ということは強打にそれができるのであれば、はい、他のポジションにもそれは当然できるはずだっすよ、ね、だからね、いっぱいいるから特回引っ回するんですよ。だからショートだけは強打で行ったんですよ、はい、セカンドも特回引っ回したんですよね、うん、でサードも特回引っ回した、はい、ファーストももう故障とかあったけど特回引っ回した、うん、高橋周平が最後のファーストも持ってるってのはびっくりしましたもんね、何の目的があってやってるのかっていうのは分からないですよ。せっかくサードでレギュラー取りっていうか故障者が出たんで、よし守らせてくれてフルに出れると思ったら次ファーストでしょ、うん、だからね、全てにここができるんだったらここもできたらみたいなことやってて、結局どっちつかずになってしまうんですよ。なるほどね。でもう一つ、あの権藤さんに今日伺いたかったのはですね、今年の森監督の采配を見ていますと、まあ相手ピッチャーの先発右左によって使うメンバー、あ、今日はもう左ピッチャーだからこのメンバーだろうな、今日は右ピッチャーだからこのメンバーだろうな、だいぶ右左にこだわり持ってたように思うんですけど、まあそれはこれ手は言いませんけどね、はい、それは監督の考え方ですから、うん、だけどそれやられるとね、あの左が出てきて変えられるってことは、私は左はダメだなという選手の悪循環っていうのはあると思うんですよ、うん、だからこれはあの戦略的なもんですから、これはとやかくは言いませんけど、はい、まあ、私はあの特回引っ回するのは嫌いですからね、右も左もやっぱレギュラーっていうのは右も左も打てるからレギュラーなんですよ、うん、ということは右左で変えるということはレギュラーが育ってないということなんですよ。ああ、その裏返し、まあ、逆に言えば右と左で使うだけの戦力を持ってるからこの B クラスはいかんって言ってるんですよ。はあ、なるほどね、それだけ余裕っていうか持ち駒があるんですよ、だから左の時は右出して、あの右の時には左を出すっていうね、駒があるんですよ、はい、駒があるだけに逆にこういろんな選手使って でイコールそれはもう固定できないっていうことですよね。だずっとその繰り返しのもんですから、あの5年も B クラスが続いてるんですよ。ですね。でね、やっぱり一つポイントになっているのはやっぱキャッチャーだと思うんですよ。いや、キャッチャーも一緒だと思うんですよ。やっと松井なんかが一人前になってきたと思っても、だから僕はね、あの3人のうちでもやっぱりね、半分以上は誰かに任して、うん、これで行くんだっていうね、これで育てるんだっていうのをはっきり示せば、あの3人のキャッチャーの中ではなんとかレギュラーはできると思うんですよ、うん、よそから取ってきてもそんな簡単にできるポジションじゃないですし、はい、キャッチャーはやっぱり30過ぎてからじゃないと一人前にならんですから、うん、今は育てる時期なんです、はい、まあ、そういう意味では、まあ、3人をやっと争えるようになってきたし、まあ、私はもっと固定してもいいと思いますけど、まあ、来年はある程度半分以上を出せるレギュラーキャッチャーっていうのを作らなきゃいかん、今の3人の中で十分だと思いますけどね。ただそれをね、もう毎年毎年もう今年こそって言っててできずにずるずる来てますよね。いや、まあ、だから5年も経ったんですよ。だからそんなことやってると6年ももう同じことっていうことですから来年それをしっかりやることですよ。それだけ戦力がきちんと整っているという、まあ、権藤さんのお話の中で、さあ、じゃあ来年もうこれね、もう5年でこの B クラスには終止符を打って、来年はクライマックス争いに加わっていくとなると、もうこれはもう単純にその選手いかに固定して我慢して使ったり、そういう駒の使い方さえ間違わなければということです、ね、だそれだけの戦力があるということですよ。ということなんです、ね、先発中継ぎ抑えと、うん、しっかりしたピッチャーがいる。ただね、一番あれだろう、まあ、森根辞めたでしょ、はい、それから今度岩瀬と浅尾をどういう使い方をするかですよね。うん、残すならね、やっぱり彼らに
やっぱり人ができる仕事場を与えないといかんです、うん、でファームで調整させる、上げたからにはどこかで使うっていうね、はい、あれだけの選手をね、上げたり下げたりして何使ってるか分からないんだ、言わせとか朝音に対して失礼ですよ、これだけの功労者に対してね。そこはもっとはっきりこういう使い方をするっていうのを彼らも納得する、ファンも納得する、我々も納得するような使い方をしてもらいたいです。だからダメならやっぱりやめてもらうしかないんですよ。その決断をのなんとなくあやふやで残したけど使わないっていうんだったら、これが一番いかんないですよ。まあ、球団の側からすると、まあ、功労者だけに言いづらいとかっていうね、いや、言いづらいって、もうご苦労さんでしたらもう立派なもんですから、うんうん、残してグズグズ使ったらね、もう足跡を、悪い足跡を残すだけですよ、うん、せっかくね。まあ、こと岩瀬に関しては来年コーチ兼任ということになりますので、コーチ兼任で2軍とかってわけもなかなかね。いや、大体兼任なんてコーチなんていうのはね、で選手ができないわけですから、はい、選手をやらせればいいんですよ。ベンチにいて何するんですか、岩瀬が。ね、コーチはいっぱいいるじゃないですか、はい。まあ、そんなことはくだらんことはやらんことです。なるほどね。そっか。まあ、ということはもう要はもうその首脳陣がどう動くかというところですね、うん、どう決断するかです。決断、うん、何も動く必要ないんですよ、うん、ある選手をじっとして使えば決断か。それが一番足らない。そういうことですよ、ですよね。それは5年間見ててずっと見てますけど、こんなもうなんではっきりしないんだっていうのをいつも思って見てましたからね。うん、来年ドラゴンズが A クラスに上がるためにはもうね、権藤さんおっしゃったこの決断というの、選手は頑張ってるわけですから。そうです、ね、選手攻めてもしょうがないですということですよね、はい、ぜひとも来年も頑張ってほしいと思います。とにかく首脳陣には決断を、我々も今年の3、ね、このオフ3月まで一生懸命訴え続けていきたいというふうに思います。はい、ウィークリーディープレイヤーのコーナーです。週ごとにドラゴンズの選手をピックアップ、月曜日から金曜日まで毎日違ったテーマで一人の選手に迫っております。今週はずっと森野正彦さんを取り上げてまいりました。最終、今日は来週もですね、実は月火と森野さんをお送りするんですけれども、今日のテーマは影響を受けた選手。まあ、何百人もの選手と関わってきた森野さんに、その中でも特に影響を受けた選手についてお話を伺っています。何百人もの選手と戦ってきました、はい、どうでしょう、現役通じてこの選手はやっぱり死ぬまで忘れないだろうな、それは戦った相手でもチームメイトでもいいです、何人かこう挙げていただくとしたらどうですか。いやー、たくさんいますよね。でしょうね。たくさんいます、うん、いろんな選手がいて、はい、逆に対戦できて楽しみだった選手とか、うんうんうん、そのピッチャーでも打てないから何とかしてやろうとかっていうピッチャーもいたし、うん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 、逆にこのね、強かった時代の荒木さん、井橋さん、はい、福留さん、うん、もうタイロンとかもそうですし、うん、中村のりさんもそう、ベンさんもそうだし、うん、たくさんいますよね、そういう、うん、お世話になった、逆に僕、その強い頃の最初の3、4年は、やっぱタイロン、福留さんに助けられてクリーンアップ出してもらったっていうのがありますし、その次の2、3年はのりさんが入ってきて、うまいこと、うん、引っ張っててくれたっていうのはありますし、うんうん、で逆に自覚が出てきた、そのブランコが入ってきてからですね、はい、こいつ4番に座るんだったら僕とベンさんでなんとかしてやろうとか、うんうんうん、そういうみんなが、うん、みんななんて言うんだろう、うん、いい思い出はありますね。ああ、そうですか、はい、逆にこのピッチャーだけはまあ現役通して、うん、ほっと苦労したなっていうピッチャーいます。まあ、打てないピッチャーは打てなかったですよ、うん、阪神の岩田とか。あ、そんな苦手でした。苦手でしたね。ああ、そうですか、うんうん、あとは僕の一番打ちたかったけど打てなかったピッチャーはウィリアムスですね。ああ、JFK 時代ですか、うん、早かったですねウィリアムス。あれはまっすぐ打ったと思ったらシュートだったとか、うん、はい、でまっすぐだと思ったらスライダーだったとか、はい、全く見えなかったですね、ボール。ああ、そうですか。そういう印象ありますね。逆に、どうでしょう。憧れだけど、このバッターにはやっぱ追いつけないなって感じたバッターとかいますか？追いつけないなっていうか、その時代の僕が憧れじゃないですけど、うん、すげえなと思ったのは、うん、松井秀喜さんですね。やっぱりそうですか。
スイング早いですね。やっぱり松井秀喜さんなんですね、もう異次元ですかと思いました僕は。で飛び方もちょっと異常だったんで、はい、あ、こすったろと思ったらホームランだし、もうそんな感じですよね。もうあの私も名古屋ドームの看板にライナーでぶつけた時は顎外れそうになりました本当にすごいと。すごいですね、それはもう今でも思うんでしょうね、こんだけ頑張ってきて20年経った時にあの松井秀喜さんを見た時、見たら多分同じことを思ってるでしょうね。ああそうですか、今ね僕評論家の皆さんとかに結構この質問するのが好きで聞いてるんですけど、清宮フィーバーで騒がれてます、はい、じゃあ清原松井秀喜と清宮を同じ18歳で比べたら、どれぐらい違うのか、同じなのか、どうですか。どうなんですかね、でも松井秀喜は別格だったんじゃないですか。もうね森野さん、はい、圧倒的にその声が多いんですよ、それでもやっぱり松井秀喜にはかなってない、かなわないっていう見方が多いんですよね、やっぱり松井秀喜っていうのはそれだけ異次元だったんですねと思います。その次に清原さんなんじゃないですかね。まあちょっとね清原さんの場合は世代的にまだ森の少年だったんで、そうですね、憧れのその存在ですね、甲子園の KK コンビでなんかすごい甲子園に似合ってるなっていう、で怪物のやっぱりそうでしたね、もうちょっと近い世代で言うと、じゃあ現役時代森野正彦が見ていた大谷翔平はどうだったんでしょう。どうなんですかね、まあすごい素質はあると思いましたけど、まあそこまでまだ光ってはなかったですね、ああそうですか、今となりやっぱすごいですけど、160キロ投げてあんだけ打てるんで、はい、で僕の中でやっぱ憧れ的にも松井秀喜さんですよね、そうですか、はい、まあなかなか選手ってマイクの前では他球団の選手について現役中は語ることが少ないので、まあまさにまあ引退した後ならではの話ということも言えると思いますけれども、まあやっぱり選手もお腹の中ではいろんなことを思いながら他のチームの選手見てるんですよね、こいつあだなこうだなっていうのはね。そうですね、やっぱりまあみんな松井は別格だって言いますけど、はい、名前の通りゴジラですからね、はい、あのだけど僕はやっぱりねわりかしやりやすかったんですよ。ああそうですか。あの監督やってる時にね、はい、あの初球打ってこないですから。はあ、はい、だからまず初球は打ってこないって。ピッチャーはね打ってくると思うんですけど、もう絶対打たないですもんね。アメリカ行っても打てないですもん、あの初球からねあのカーッとならないんですよ、はい、で本人に聞くとそうなんですよ、初球はね気合が乗らないんですよ、一球見ないとって。はあ、だからピッチャーとしては楽なんですよ、初球打ってこないって思うと、だからそこ行くとねあのやっぱり初球からガーンと来れると何考えてるかわからない恐ろしいやつだと思いますけど、初球はとにかく見てくれるっていうのが松井の楽なとこだったですね、なるほどね、だからあのさっきウィリアムスの話ありましたけどね、あの球は強力だったですね。だから横浜の時あの巨人の時にね川原っていうサイドハンドピッチャーがいたんですけどね、これを松井の時にワンポイントでぶつけていって、はい、まあ、半分は抑えるけど半分はフォアボールぐらいのが多かったですけど、まあ、そういう思いでありますけど、とにかくやっぱり本当に当たったら人間外れてるぐらい飛びましたね。はあ、ねえ、まあ、森野正彦という選手と、まあ、権藤さんは評論家としての目、はい、そしてチームでねコーチとしても、まあ、ずっと接されたわけですけど、どんな選手です。森野ですか。ええ、やっぱりねちょっと生くら4つ右も左もあんまり変わらないぐらい打てる、はい、もう乗ってきたらみんな選手そうですけど、1本打たしちゃったらもうこの選手はいかんっていうぐらい森野は乗ってきましたね。で私1年コーチでドラゴンズで森野と一緒にあのやったんですけど、ね、はい、あ思ったより優しかったなと思ってですね、それが分かった時はもっと思い切って勝負できたのにっていう。だから打つときと打たないときっていうのはわりかしはっきりする、あの敵のチームでやってるときには分かりませんでしたけどね、だけど惜しいのはもっと最後までもっとこいつ使えばよかったのになって思う、それぐらいの力の衰えは感じなかったですね。そうですか。まだまだできると思いましたけど、まあ、お疲れでしたけどね。本
ということですね。さて、来週のウィークリーディープレイヤー引き続き森野雅彦さんをお送りします。さあ今日は権藤博さんにスタジオにお越しいただいてお話をしていただいているんですが、まあ先ほどもちらっとご紹介しましたように東海ラジオでも明日からクライマックスシリーズの中継が始まるわけなんですが、明日がクライマックスシリーズセパ両リーグファーストステージ開幕ということで、セリーグの方はレギュラーシーズンと違って予告先発ではありませんの。パリーグの方は予告先発、西武は今シーズン16勝最多勝に輝いた菊池雄星、そして楽天は15勝を挙げた則本と発表されたわけですが、セリーグの方は甲子園球場で3位 DeNA が2位の阪神と激突ということです。まあね、 DeNA が一時はもう2位も伺えるんじゃないかというところまで頑張りましたけども、結構阪神も DeNA も最後の最後非常にいいレギュラーシーズンの締めくくり方はしたように見ましたが、どうでしょう。まあセパ両チームともトップがもうずば抜けてますからね、はい、これもクライマックスなんかしてもし勝って日本シリーズなんか出たらね、もうこんなくだらんことはないと思うぐらいね離れすぎましたけど、はい、だけどこのクライマックスのね、阪神と横浜、それから楽天と西武というのは、これは面白いと思います。もう今やったらあの3球団どこも変わらないぐらいの後半の盛り上がり方からするとね、途中やっぱりずば抜けていきましたから、雲の上になってしまいましたけど、だから面白いですね。特に阪神横浜はね、どっちも持ち味を発揮してきて、むしろ下の方の横浜の方が後半盛り上がりましたけど、このクライマックスに関しては阪神は気持ち悪いでしょうけど、はい、まあなんちゃって甲子園でありますから、阪神には、ね、あのお客さんの大声援がありますからね、これ五分五分で非常に、細かいこと言ったら時間が足りませんけど、面白いいい試合だと思いますですね。さあ一方の予告先発になったパリーグは菊池対野に本、これはプロ野球ファンからするとたまらんですね。そうですね、セリーグのビッグツー対、セントラルはやっぱり菅野がちょっとね、ずば抜けてますけど、この2人の投げ合いが面白いですね。大体ね、最多三振かかった登板で、いとも簡単にそれをやってのけたりですよ、本当すごいピッチャーですよね、野本ってのもね、WBC で一緒にやりましたけど、あっけらかんとしてるんですけどね、やられたらあっけらかんとしてますけど、やるときはバッとも三振取りますからね。これはパシフィックの味ですね。ですね、明日から開幕しますセパ両リーグのクライマックスシリーズファーストステージ、セパともに目が離さないということですね。